皆さんこんにちは。教育 ICT の実践とノウハウをお届けする IT チャーズ TV、 教育 ICT コンサルタントの小池です。どうして中学校高等学校の神田です。さて神田先生、はい、英語の授業で ICT を活用するときに何か注意されてることってございますか？そうですね、できるだけ生徒が自由な雰囲気で英語を発話できるような、形で教材を作ろうと心がけています。なるほど。でも授業ってやっぱり文法とか構文なんかも押さえておかなきゃいけないところあると思いますので、毎回の授業でこの仕掛け作るってすごい大変じゃないですか？そうですね、やっぱりデジタル教材を作ったりとか、それからあとプリント教科書なんかを併用しながら工夫はしてるんですけども、なかなか生徒の興味を、こっちに向けようとすると大変なことが多いですね、はい、このあたりはぜひ全国の先生たちとシェアしていきたい部分ですよね。そうですね、はいはい、ということで今回のゲストをご紹介しましょう。今回のゲストスピーカーはこちら、東京成徳大学中学校の和田一正先生です、はい、和田先生は田中先生と同じように iPad を英語の授業で活用されているそうですよ。そうなんですか、はい、楽しみですね、はいはい、ぜひ、まあ、使えるようなネタを、はいはい、このプレゼンの中から、盗んでいただけたら、はい、それは嬉しいです。私もぜひいろいろ吸収してみたいと思います。はい、ということで行ってみたいと思います。ゲストスピーカーは東京成徳大学中学校の和田一正先生。プレゼンタイトルは iMovie や iBooks を使って世界とリンクしようです。では和田先生よろしくお願いします。どうぞ。こんにちは、東京成徳大学中学校の和田一正です。今日は英語化、それから国際交流の取り組み、ICT を絡めた英語の取り組みなんかを説明していきます。まずはじめに、東京成徳大学中学校は、昨年で創立90周年になりました、東京都北区、王子神谷にあります。部活動は主に、女子バスケット部であったりラクロス部、それからバトントワリング部などの運動部がとても強いです。これは校庭の様子です。とても和気あいあいとした雰囲気が特徴の学校です。800人ぐらい生徒がいます。本校の特色のある教育として、ニュージーランド学期留学というのが挙げられます。これは3ヶ月間中学3年生の3学期を使ってニュージーランドのオークランドに、短期留学をするというプログラムです。実際にこれは男子校ですね、行った生徒たちの様子ですが、短期留学ですので短期研修とは違い、現地校に3ヶ月入り、現地校の席を取って学習をしています。これ体育の様子です。普段の英語の、授業だけではわからないような、異文化の交流であったり、文化の違いというのを肌で感じたりします。こちらは女子校ですね、インターナショナルのクラスで自己紹介をしています。こんな時にとっさに英語が出てくるっていうのも、事前の準備、事前の学習がとても大事になってきます。今回紹介したいのが、事前の取り組みとして東京成徳国際リンクスという取り組みです。これは中学3年生の英語の授業で、それぞれの地域、住んでいる地域、例えば東京であれば東京、横浜であれば横浜の紹介ビデオを作成し、同じことをいろんな国の、中学3年生にやってもらい、ビデオを交換していくという取り組みです。実際に生徒たちが作った映像をご覧ください。こちらは東京の名産品ですね。箸であったり、食べ物であったり、それから日本の人たちは手先が器用なので、まあ、そういったものの紹介をしています。それから名所の紹介です。これはお台場の紹介ですね。それから横浜の紹介であったり、最近ではスカイツリーの紹介、浅草の紹介なんかも増えています。すべて生徒たちが自分で作ります。まあ、こうした取り組みを中学3年生でする理由としまして、一つは中学3年生の一つ目、最初に受動態というのを学習していきます。まあ、これは食べ物や名産品の紹介に非常に適してまして、It is made of、それから It is made from といった表現を使って紹介することができます。
2番目は現在完了形、こちらを使うことができます。例えば東京スカイツリーに3回行ったことがある、 I have visited 東京スカイツリー3 times といった表現が使えます。最後に中学3年生で習う関係代名詞、これはスムーズなナレーション、それからスムーズな紹介をしていくときにとても有効な、文法事項になります。まあ、とにかく机の上で勉強したことを、とにかく運用していこう、使っていこうというのを、目的にやっています。映像編集は iMovie を使います。もう生徒たちは iPhone を持っていたり、それから iPad、 中学1年生は1人1台うちの学校を持っていますので、生徒たちは簡単に iMovie で映像を作成することができます。では実際に、ビデオを交換して、いろんな国から返事が来たものです。それをちょっと見ていきましょう。まあ、ビデオの他に手紙であったり、それからはがき、ポストカードなんかも交換をしていきます。実際に、生徒たちは返事が来るとやっぱり嬉しくなります。そこでニュージーランド学期留学に対するモチベーションもそうですし、英語を使ってコミュニケーションをしていくといろんな人たちとつながれるんだなということが、なんていうんですかね、肌にこう感じてもらえるんじゃないかなと思います。こちらはオランダの、風車ですねの紹介です。まあ、オランダであったり、この後出てくるスロバキアのように、英語が、まあ、メインの言葉じゃない国からもたくさん返事が来ました。で、このプロジェクトを行うにあたって、ePAL というサイトを使いました。ePAL のサイトに、今の中学3年生、15 years old、14 years old の子たちがこう自分の住んでいる地域のビデオを交換しませんか、交換したいんですがどっかやるところありますかという、投げかけをしたところ、多数の、国の先生方から、反応をいただきました。そしてこのサイトを通じてビデオを交換しました。前編はですね、こうして英語の取り組みであったり国際交流の取り組み、それから iMovie を使った ICT とのこうコミュニケーションの部分で説明させていただきました。まあ、これですね、現地校、ある現地校の図書館に貼られているタペストリーです。私が大好きなタペストリーなんですが、Accepting Diversity です。多様性をとにかく受け入れよう、ニュージーランドは黄色人種、白人の人たち、黒人の人たち、それから宗教の違う人たちが、ごった返してこういろんな人たちが生活をしている場になります。そこに日本人の我々が行くことで、言葉以外に、たくさんのことを得て日本に帰ってきてもらえたらなと思い、国際交流の取り組みを進めています。後編は国際交流の取り組みとは少し離れて、修学旅行、それから校外学習の取り組みを紹介させていただきます。こんにちは、京都学園大学の山川清太郎です。今日の3ミニッツですけども、ネットで世界の会話に触れてみようということなんですが、さあ世界にはどれぐらいの言語があるか知ってますか？実は5000ぐらいあるって言われてるんですね。じゃあその中の、まあ、言語、まあ、いろんなものありますけども、ちょっとどんな会話っていうのをなされているかどうか見てみませんか？はい、まあ、それで今日で、ね、紹介するのがですね、東京外国語大学の言語モジュールと呼ばれるものです。アドレスはここに書いてあります。後からちょっとジャンプして見てみましょうね。はい、まあ、東京外大っていうのはね、世界の言語を学べる単科大学です。でこのモジュールにはですね、さまざまな言語のスキット、まあ、会話例っていうのが収録されているんです。じゃあちょっとさっきのアドレスに飛んでみましょうか。はい、まあ、こういうのが出てきます。いろんな言語の名前が書いてありますね。まあフランス語とかドイツ語とかいろいろありますけども、まあ私フランス語の先生なんで、フランス語のところにジャンプしてみましょう。はい、まあでジャンプしたら、まあいろんなもの出てくるんですけど、まあこれが一つの例です。ちょうどね、左側にまあ、写真でなんかまあ男の人がまあなんかパン持ってるような絵がありますね。
それから右の方になんか難しい字が書いてあると思うんですけども、まあ、ちょっと YouTube とかね、ニコニコ動画みたいな感じですけども、左のところがまあビデオとして見られます。そしてビデオのシナリオに合わせて、右のね、まあ、文字、まあ、そのシナリオの内容がまあ自動的に動くという形になってます。で、こういったね、ビデオのメリットなんですけども、どういうものがあるかっていうと、まず一つはですね、いろんなまあシチュエーションに応じた会話例っていうのがね、作られているんです。で、それぞれの言語でね、40もの例が、作られています。だからいろんなパターンの会話例っていうのを見ることができるんですね。あと、例えば英語でもね、アメリカの英語とイギリスの英語っていうの違ったりしますよね。そういう違いもちょっとね、見ることができると思います。それから、まあ、ビデオの背景ということで、まあ、さっきちょっとパンを持ってる人がいたと思いますけど、まあ、フランスって言ったのがパンのイメージありますね。こういう形で国のね、雰囲気が分かったりします。それから、まあ、表示パターンを変更するっていうことで、まあ、字幕をですね、下に持ってくるとか、それから字幕を消すとかね、いろいろ、表示パターンを変えることができます。じゃあ、こういうビデオなんですけどね、どうしても外国語というと、ね、英語以外の言語は、大学というイメージがあるんですけども、初等教育や中等教育ではですね、例えば、まあ、外国語の、まあ、英語としてですけども、例えば会話例だとかリスニングの練習として、まあ、ちょっと教材として使うことができるかなと思います。それから、まあ、社会科で地理ですかね。世界の国々をこう紹介するときに、なんかその国の雰囲気を味わるということで、使うことができるのではないでしょうか。それから、まあ、あと、言葉とかですね、国際関係に関するなんかそういう話をするときに、まあ、それの資料として学生にね、提示することもできるんじゃないかなと思います。ぜひよかったら使ってみてください。それでは失礼します。はい。はい、ということで、東京成徳大学中学校の和田一正先生のプレゼン、お伺いしたわけですけども、いかがでしたか？いやー、そうですね。たくさんのヒントをいただきましたね。iPad 1台あればできることですし、何よりも単元と紐付けた教材作成というのが素晴らしいと思いました。そうですね、まあ、はい、さらに今回プレゼンの中で、生徒たちと、まあ、海外の、はい、中学生をこう動画交換これでつなぐのに e-pal というサイトを先生たちが見つけてきて、こう先生同士でつながったと、これが大事かなと思うんですよね。そうですよね。やっぱりそういうふうなインターネット上のサイトをうまく利用して、交流につなげていくっていうこと、非常に大事だと思います。やはりグローバル教育を目指しておられる学校ならではの取り組みじゃないかと思いますね。はい、といったところでお時間になってしまいました。 IT チャーズ TV は毎週水曜日の夜に配信しております。ぜひ YouTube のチャンネル登録をしてお楽しみください。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。番組 MC は教育 ICT コンサルタントの小池と、どうして中学校高等学校の丹田がお届けしました。 See you next week.